池田健才、池田健才から1918年4月30日は、明治時代の医者で、日本の近代医学の一を築いた人物。医学博士、家族、宮中古問館、近景館志向。1841年、入沢健ワ・の次男として、越後国館原郡中野島村に生まれる。陽名は圭介。安政5年3月に、 江戸にで、叔父の入沢は正しい委託に寄宿する。漢学を、瀬川道源に、剣術を心形刀流、伊庭群兵、オランダ語、竹垣龍太郎に学ぶ。竹垣の紹介を経て敵塾に入門し、1862年に西洋医学書へ入学した。現時元年、科学上の理由から、すでに死去していた、小形公安の養子を経て、当時幕府付の委員であった。 池田多中の養着師となり、長崎の生徒区間で開校したオランダの医学者、ボードインに指示する。1868年、江戸に戻った後は、商店医として医業に従事する。明治維新の際に、病院医師司法に挙げられ、病院医師となる。プロイセン王国への留学を命じられ、1870年より、ベルリン大学へ留学、1876年に帰国し、 陸軍軍医官、三島寺医、東京医学校長を経て、翌年1877年には、医学校と東京改正学校の統合により、設立された東京大学の初代医学部総理に就任した。1888年に、日本では初となる医学博士号を受けた。二等寺医を兼ね寺医局長官となった後、 陸軍一等軍異性となり、それらの功績から1898年2月2日には、男爵を助爵し家族に列した。1898年2月14日、近景観志向を仰せつけられ、1902年には、宮中古問館となる。母親戦争、西南戦争、日清戦争などでは従軍医として活躍した。1918年死去。ありがとうございます。